プラットホーム、上沢駅は、愛知県名古屋市緑区上沢1丁目にある、名古屋市営地下鉄桜通線の駅である。駅番号は、S20。駅のテーマカラーは、端染めである。島式ホーム1面2線を有する地下駅で、可動式ホーム柵が設置されている。ホームは20メートル車6両編成まで対応している。出入り口は2カ所あり、いずれもエレベーターが設置されている。 当駅周辺は、傾斜地であるため駅は、全体的に深めに作られており、ホームは、地表から約20メートルの深さに位置する。当駅は、桜通線駅、ストムク桜本町間区駅が管轄している。駅業務は日本通運に委託されている。2019年度の乗車人員は119万2191人で、1日平均乗車人員は3257人で、ある。 桜通線の駅では、鶴里駅に次いで乗車人員が少なく、名古屋市営地下鉄前線でも、秒音通駅、上井田駅、鶴里駅に次いで少ない駅である。終点の特殊芸駅まで比較的近いため、当駅の利用者はほとんど今池名古屋方面へ向かう。開業以降の年度別乗車人員の推移は、下表の通りである。周囲には、 集合団地など住宅が多数存在する。最寄りのバス停は、名古屋市 A バスの地下鉄上沢である。地下鉄延伸前は、上沢一丁目という名称で、野波駅や現駅からの路線があったが、現在は、地域巡回系統のみが経由する。ありがとうございます。